映画思い出のマーニーの見どころやポイントなどがあれば教えていただければと思います。鈴木プロデュースお願いします。監督がですね、米林弘正っていう男で、かつてあの仮暮らしのアリエッティっていう作品を作って、まあ、いろんな方にね、まあ、その作品見ていただいたと思うんですけれど、女の子を描くのがすごい得意なんですよね。で、まあ、実は今回このマーニーの最大の特徴はですね、ヒロインの女の子が2人出てくると、ここが一番、まあ、ミソっていうのか、だからまあ僕としてはですね、マロってあの米林弘正のことを、まあ、あだ名があってね、みんなでマロマロって呼んでるんですけれどね、彼がやり残したことがある、でもう一本映画を作りたいって僕のところに行ってきた時にね、僕もうその場で直感でこのマーニーっていう原作はどうかと、これでね、その説得をする時にね、女の子が2人も出るんだぞっていうねこの2人の女の子は可愛いんだぞっていうね、話をねした覚えがありますね。だからまあなんていうのかな、ポスターをね見ていただくと分かるんですけれどね、女の子が2人、はい、突っ立って背中でね、合わせて立ってる、で後ろに海岸があるっていう絵があるんですけどね、その絵見るとね、多分お分かり願えるんじゃないかと思うんですよ。で何が分かるかっていうとね、このポスターこっちから見てですね、左にアンナちゃんという女の子がいましてね、はい、でこのアンナちゃんというのをよく見るとね、ちょっと浮かない顔してるんですよね、うん、ところがこの右の方、これがマーニーなんですけどね、こっちはですねちょっと明るい顔してるんですよ、うん、そうこのポスターで何を言わんとしたかというと、まあこのアンナちゃんのね心の支えはマーニーであるって話なんですよね。これでまあ昨今、まあ、いろんな映画あると思うんですけれど、まあ、僕が実はこれ映画の企画者なんでそういうことを思ってたんですけれどね、まあ、なんかね、男女の問題を扱う映画っていうのはね、これまでも数が多くあったし、素晴らしい作品もいっぱいあったと思うんですけどね、なんか今っていう時代、その異性に行く前にその同性っていうんですか、そこでね、なんかある納得を得る話の方がお客さんにとっていいんじゃないかなって、まあ、そんなことを思ってね、今回の映画を作ってみたんですよ。それでもうすでに映画は完成しておりまして、まあ、実は昨夜高橋専務からも映画を見たと、はい、その感想などをいただいたんですけれど、ね、専務の方からその感想を、はい、専務はいかがですか去年実は風立ちにでまたご一緒させていただいて、あのポスターの中に 今思ったんですけど、必ずそのキーワードは一文こう入っていて、生きねばですね。で今回はそのあなたのことが大好きってこう書いてですね、この意味がですね、あの映画の中でこう時間とともにこう感じていけるようなこう素敵な映画だったなっていうふうに思いますのと、それと去年実は風立ちぬを見せていただいた時に同じように感想を聞かれて、僕ら風立ちぬは空の青が大好きだったんですね、うん、でそれをお話したんですけど、はい、今回はやっぱりもう緑が圧倒的に綺麗な映画だなっていうふうに思いました、うん、それは書いていただいたんですよね。それは書きましたそれは書きましたすごい楽しみな作品になってきました。ありがとうございます。これね、はい、まあ、実はね、えアンナっていうのがなかなか打ち解けない女の子で いわゆる喜怒哀楽、怒ったりとか喜んだりとかね、いろいろ人間の感情にはあると思うんですけれどね、それを心の中で処理しちゃう女の子、それがマーニーに会うことで表へ出せるようになるっていうのがこの映画のね、多分最大のミソっていうのか、皆さんにも多分その共通の体験があるんじゃないかと思うんですけれどね、そういう女の子がマーニーと出会うことによって自分の心を開いていくっていう映画なんですけれど、女同士っていうのはいかがでした？途中まではこの二人の関係がなかなかですね、やっぱりこういろんな想像をしてですね、たどり着かないんですけど、最後の20分間ぐらいにわっとこう凝縮されてくるんですけど、まあなかなかこう驚きとともにですね。どっちが好きでタイプでした？僕ですか？はい、僕ね、絶対にアンナが好きです。あ、僕絶対アンナが好きです。どうしてなんですか？じゃあなんとなくああいうちょっと追っかけたくなるような女性ですね、僕からすると。追っかけたいんですか？いやなんかちょっとこう 裏ではないんですけれども、ちょっと影があるような、最初は確かに影があるんですよね、このポスターがそのものがそうなってますけれど、
あの奥様も大体鍵さんですか。鍵さんは開けっぴろげな、たまにタイプなんですか。いやどうですかね、ありがとうございます。ないものねだりなんですね。ロートショーが楽しみになってまいりました。そんなジブリ作品ですが、ジブリ作品には一目見てジブリ作品だと分かる世界観があると思います。やはりシナリオや美術の細部へのこだわりが素晴らしいですよね。特に建物には息を呑むリアリティがあります。そこでジブリ作品の世界観を支える建物へのこだわりについてお話を伺っていきたいと思います。まあ、僕らアニメーションなんですけどね、いわゆる映画を作ってきて、これね、映画っていうのはね、そのアニメーションだろうが実写映画だろうが、実はね、作る時に一番大事なのはね、大事なものの一つはね、そのキャラクターの後ろにある世界、それが一体何だろうっていう。でまあ、僕らの世界では美術っていうんですけどね、でそれをどうやって作るかっていうのがね、まあ、一番大きな問題なんですよね。で今回、まあ、実は先ほどねちらっと見えましたけれど、実写の世界から種田洋平っていう方をねお招きして、それでアニメーションをやってもらうっていう、これは実はね新しい試みだったんですよ。というのか、まあ、ジブリでもいろんな人がねその美術っていうのを担当してやってきたんですけどね、なんか新しい風、それをねちょっとね吹かせたいっていうのか、吹き込んでほしい、そんなことをちょっと考えまして、でそれでね、まあ、今回まあ、北海道が舞台になるんですけれど、そこのね、まあ、おそらく湿原、多分北海道のね東の方だと思うんですけれど、そこがまあ舞台、そこをモデルにして僕ら架空の世界考えましたからね、その湿地に似合う洋館っていうのが出てきて、これが主たる舞台で、それをね、まあ、今のその種田さんにデザインをしていただくっていう、でそれをまあ試みると同時に、まあ種田さんそれだけじゃなくて、もう本当普通のねアニメーションを作る時の美術の仕事を全部やっていただくことになるんですけれど、彼がやった仕事の中でこの洋館がですね、今ちらっと見えてますけどね、これがデザイン的にすごく面白くて、というのは、まあこれパッと見では分かりにくいかもしれないんですけれどね、その何て言うんだろう、種田さんが、まあ、この今回ジブリに参加するにあたってですね、まあ、30年間ジブリってね映画を作ると同時にいろんな建物を作ってきたんだけれど、それを再度検証してジブリでやっていない建物をね作っちゃおうっていう、そういうことをね種田さん考えて、でそうすればお客さんにとって、ね、同じジブリといってもその新鮮なものを受け取ってもらえるんじゃないか、なんていうことで、まあ種田さんがね、まあ一番最初に取り掛かった仕事だったし、この洋館のデザインが、まあ本当にね頑張ってやっていただいたかなと、そんな気がしてるんですけれど、まあそういうことをきっかけに、実はスタジオジブリ30年間、まあこれは風の谷のナウシカから始まるっていうことだと思うんですけれど、いろんな建物を映画の中で作ってきた、それをですね、まあ皆さんにご披露をしようではないか、これがまあスタートですね。で、まあ、とは言ってもそれ全部やろうとするとですね、なかなか広さの問題その他がありましてね、今回は2会場を使って、はい、まあ、一つは江戸東京博物館と、それから東京江戸建物園っていうのがこの江戸博のね分館としてありますけれど、その2会場でやるっていう、それで江戸博の方では今回のマーニーのその先ほど申し上げました洋館の特に青い窓、そこにマーニーっていうのがいるんですけれどね、そこの、まあ、ちょうどね後で皆さんにも見ていただくことになるかと思うんですけれど、実物大のものを作って皆さんにそのマーニーを体験していただくっていうね、そういうことが一つと、それと江戸東京建物園の方では過去のいろんな作品、それのちょっとミニチュアになるんですけれどね、それをね皆さんにお見せしようかなと、そんな風に考えてやってる次第ですね。はい、ありがとうございます。ムービーウォーカーのライターの山崎と申します。鈴木プロデューサーにお伺いします。宮崎駿さんと高畑さんが作品をとても評価されたということを西村プロデューサーの方からお聞きしまして、鈴木さんは今回今後のジブリの担っているスタッフやプロデューサーたち の頑張りぶりを今の時点でどういうふうに評価されているのかっていうのをちょっと聞かせていただきたいんです。まあ、それこそ宮崎駿とも高畑さんとも話したんですけどね、まあ、今回の作品
2人の巨匠と一番何が違ってたかっていうと制作期間なんですよ。つまり半分の期間でね、その作品を作った。でその中で、まあ、よくこれだけの絵を、ね、あの美術もさることながらアニメーションも頑張ったなと。でそういうことで言うと、まあ、プロデューサーである西村、それから監督の米林博正はですね、本当よくやってくれたなっていうのが僕の感想です。それで今回のマーニーって、僕はこういうこと言うと差し障りもあるんですけれど、久しぶりにジブリが帰ってきたって、そんなね感想を持ってるんですよ。これあんまり説明するとね、差し障りもあるんですけれど、どうしてもまあ宮さんにしろ高畑勲にしろ、その構えが大きいじゃないですか。そうするとね、やっぱり前のジブリ作品と若干違うものをね、やっぱり風立ちぬにしろかぐや姫にしろね、やったような気がするんです。それはそれで良かったんだけれど、もう少し身近なところで、手の届くところで、まあ、ジブリ作品の魅力があったわけで、それをね、まあ、マロとそれからそのスタッフが頑張ってくれた。それがね一番嬉しいですね。あの実際いろんな試写会の、まあ、皆さんのいろんな感想を聞いててもね、いろいろ総合してみるとそういうことが起きてるかなっていう気がしてます。ライターの下と申します。鈴木プロデューサーに伺います。米林さんに原作を手渡したのは直感だってお話されてましたけれども、まあ、とはいえ、まあ、これもしかしたらその鈴木さんが思い出のマーニーっていう原作をこれまでこう映画化したいっていうチャンスを伺っていたのかなっていうのも、思ったりもするんですが、この鈴木さんご自身がこの原作に対してどんな魅力を感じていて、それを米林監督に託されたかっていう理由をもう少しと詳しく教えていただけると嬉しいです。お願いします。まあ、今回のキャンペーンおよび展示にはからちょっとずれるかなって気はしますけれど、原作そのものがね、僕実は大好きだったんですよ。で大好きっていう時に、まあ、これ一人の女の子の通過儀礼の話だと思ってたんですよね。一人の少女が娘になる。でまあ、僕自身も娘を持ってるってことがあったんで、まあ、僕がいろんな児童文学を読む中、この思い出のマーニーってのはいい作品だなと思ってたんですよね。ただ映画化はね、実は相当難しいっていうふうにね、僕自身思ってました。というのは心の中をね描いていく話なんで。だけれど、まあ、マロが僕のところやってきてですね、もう一本映画やりたいと。でどうしてって言ったら、アリエッティでやり残したことがあるなんてことをごちゃごちゃ言ったんですよ。でなんかやりたい作品あるのって言ったら、企画の方は特に彼は、ね、持ってなかったんですよね。それでね、僕ね、さっき申し上げましたけどね、2人のヒロインがいるっていうんでハッと思いついて彼にねそれを手渡した。でそれをね、どう料理するかはマロ次第だと僕は思ってたんですよね。で実際の話で言うと、実はある時マロはね、くじけそうになった時あるんですよ。やっぱりこれを映画化するのは非常に難しいって言って、だけれど、まあ、ジブリのね、いろんなスタッフがその原作を読んで、そのみんながいいと思ってる、それをね目の当たりにした時、マロもその決断がつくっていうのか、そういうことが起きたんですよね。だからまあもう一つあったのはね、この企画なら、ね、宮崎駿っていう人が、まあ、ジブリにはいて、で引退をしたとは言いながら実は毎日出社をしておりましてね早くいなくなってほしいんですけれど、まあそれは置いといて、若い人がね映画を作ろうっていう時にね、本人はね、俺は鈴木さんつって口も出さない手も出さないよって、そういう言い方するんですけれどね、僕の知る限りそんなことは一度もなくて、すぐにね手を出したり足を出したり、もう大変なんですよ。だけれどこのマーニーなら、マーニーなら女の子2人の話ですからね、ミヤさんも手の出しようがないって、そう踏んだのは確かなんですよ。それで なんでそう思ったのかって言ったら、まあ、僕は彼のことよく知っててね、やっぱり彼は彼っていうのはミヤさんのことですけれどね、口を出す手を出すっていう時はね、やっぱり男女の話なんですよね。女同士の話ならね手は出さないよっていう、それは僕の計算でした